ヤッホー YouTube、 どうも、なぎです。さて、今日は最新でもないけど今流行りの方ですね。はい、キングヌーの常田大輝くんですね。おしゃれで結構最近流行って有名な方ですけど、この方のヘアスタイル解説、もう完全にワイルド系な感じにおすすめだと思います。黒髪であまり染めないで、最近はこう長めでワイルドっぽい感じ、ヒゲが似合う人とかヒゲが好きな人とかはいいと思います。で、カット的には前髪短くしてますけど後ろ長いじゃないですか。で、耳にかけてるので基本的にどっちかというとワンレングスベースだったりとか、どちらかというとワン後ろは長くて前がちょっと前上がりっぽく短く切ってあって、マッシュじゃないんですけど普通にショートのちょっと長いバージョンで切ってあげて、前髪だけ別で作ってもらうような感じですね。でパーマをやっぱ強めにかけてあげる。で、ちょっとくるっと外に跳ねてるような感じにパーマかけてるので、ちょっと外に跳ねるような感じのパーマで強めにかけてくださいって言ってください。細かいロット、小さいロットとかで太くぐるっと回転させるようにかけてあげるのがいいと思いますね。で、やっぱ仕上げはこれぐらいであると、ワックスじゃちょっと弱いので、ワックスつけるにしてもやっぱジェルとかをちょっと多めにつけてあげて、もう本当にオールバックっぽく仕上げてあげるのがいいと思います。もう本当に黒髪パーマ、量が多い人は絶対にいいですね。量が少ない人とかだとぺちゃんこになりやすいので、あんまりおすすめしないです、この髪型は。この時とかは、サングラスとかにも似合いますし、ちょっとワイルドっぽくする時にも似合うと思います。耳後ろにこうボリュームが出やすい人だったりとか、ここの骨が出てる人とかだと、普通にカットしてパーマかけた後にここの耳後ろの骨の部分だけちょっと削いでください、量を減らしてくださいだったりとか、ちょっとここだけ短くしてこうグッと詰めるようにしてくださいって言うと、オールバックして耳かけた時にもここが収まりやすいです。で、こういう方とかの場合は、T シャツとかラフな格好とかが多いと思うんですけど、そういうのにすごい似合いやすい感じですね。全体的にやっぱ顔の高質の方が似合いやすいと思います。で、ヒゲとかもいろんな形があると思うんですけど、ヒゲにも合いやすいですし、ちょっとワイルドっぽく無造作で仕上げたい人とかにはすごいもってこいの髪型ですね。で、昔の写真見てるとこういう髪型もあったんですけど、この時は根元黒くて毛先ちょっとブリッジしてね、赤をがっつり入れてますけど、このスタイルとかストレートでもできます。アイロンとかで毛先巻いてね、でグーってやってあげてもいいですし、全体的にスパイラルパーマを全体的にかけてあげて、でがっつり上げてあげてやってもいいと思います。で、これ上がりにくいっていう人、こう前生え方が前にどうしても来ちゃうからなりにくいんですよっていう人とかだと、寝る時とかにヘアバンドとかをつけてあげて、もう根元の立ち上がりを上にしとくんですよ、寝る時に。で、そうすると朝起きた時に上がってるので、それに対してワックスとかジェルとかで作ってあげると立ち上がりやすいです。大体ね、朝行動する人が多いと思うんですけど、そういう人の場合はダメ、でも生え方がダメだっていう人はそういう対応の仕方もできやすいと思いますし、スパイラルパーマ全体的にかけてあげて、ちょっとこう癖づけるようにジェルとかで固めてあげるのはバッチリだと思います。この時見てもらうと分かるんですけども、ヒゲもね全部つながってるし、ワイルドっぽい感じでいいと思うんですけども、耳かけてるじゃないですか。耳かけてるってことは結構長いんですよ、もともとが。耳かけて、この耳後ろのちょうどこの部分、この部分は収まってるけども、耳後ろから回転させてパーマかけてるってことは、中間から毛先部分、根元から巻かずに中間から毛先の部分に全体的にパーマかけてくださいっていうふうに言うといいですね。こうぐる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 巻いて根元の方まで巻きすぎちゃうと、根元からボボボボってもうボリュームただ出ちゃうだけっていう感じになっちゃうので、そういうオーダーの方法はやめた方がいいと思います。ある程度長さを切ってもらって、中間から毛先にかけて根元は巻かないでくださいっていうふうに言うと、動きが出やすくなって、かけた時にもここにボリュームが出にくくなるし、毛先の方が動きが出やすくなるので、オーダーの仕方は間違えないでください。でも中間から毛先にかけては強めに巻いてくださいっていうふうに言ってください。この時とかね、短くして、この時はまたさっぱりしてちょっと今っぽい雰囲気になってますけど、この時なんかはいろいろとやり方があると思います。刈り上げが嫌な人は普通にショートっぽく切って、マッシュの短いバージョンで切ってあげて、
パーマを全身全体的に無造作にかけてくださいっていう風に言ってあげるといいと思うんですけど、黒髪の人でパーマかけるとやっぱどうしても重くなりやすい。で、何が重くなりやすいからどうしたらいいかって言うと、やっぱりちょっとツヤだったりとか、動きがある人っていうのは欲しいので、仕上げ絶対に間違えないで、ワックスは絶対にモコってなっちゃいます。で、こういう質感になりにくいので、冬でも何でも関係ないんですけど、ジェルだったりとかグリースだったりとかで混ぜてあげて、全体的に揉み込むようにセットしてあげるといいと思いますね。まあ茶髪の人でも全然いいんですけど、こういうひげがある人とかだったら結構黒髪の方が似合いやすいと思いますね。基本的にはマッシュベースですし、2セクションで切りたかったりとか刈り上げたい人は、ここの揉み上げから耳周りだけちょっと刈り上げて、で上から残してくださいっていうのもありですし、僕みたくがっつり切って上から残してくださいっていうのもありです。量が多すぎる人だったらちょっと刈り上げてもいいですし、まあ自然な感じの量ですっていう人であれば、ここの辺だけちょっと刈り上げてあげて、上から下ろしてあげると、ここの辺の顔のここの締まりがグッと小さくなってくるので、バランスが取りやすくなってきたりとか、ウェーブした時にも動きが出やすいような感じになってくるので、その辺もオーダーする時とか頼む時とかにやってみるといいと思うので、ぜひ参考にしてみてください。バイバイ。